何日か経った時に、じゅんさんが、はい、すごい怒って、はい、なんで自分で、うん、練習。ミキサンタ TV。平山ミキです。小川智子です。最近あんまり歌の話をね、いろんなところでしてないなっていうのがあって、うん、はいはいはい、今日ちょっと歌の話をね、うん、しようかなと思ってるんですけど、いいですね。はい、私がデビューしたのが、はい、53年前。1970年。そうですね。そうです。はい。でしたね。その前に名津っていうところで歌ってて、うんうん、で、なんかこう転機みたいなのがあってね、はい、そこを名津を辞めて、それで住木恭平さんと橋本淳さんに会うんですね、はい、で会って、うん、でその日のうちにもうレコーディングの話になるんですね。意外と早く、はい、もうその日のうちに。だからその今なんかね、うん、最近橋本先生と話をするのは、はい、橋本先生が私に会った時のことと、うん、私が橋本先生に会った時の、うん、初めて会った時のことが全然違うんですね、はい、もう思い出が記憶がちょっと違ってたりするってこと。思い出が全然違って、はい、私は、うん、その宝島音楽出版っていうところに、はいはい、橋本淳先生と堤恭平先生を、うん、に会いに行きましょうってコロンビアの厚見さんっていう方に連れて行かれたんですね、はい、うん、それはもう名津を辞めてからの後ね、はい、で連れて行かれて初めてそこで会うわけ。うん、でそなのに橋本先生の思い出の中では、うん、名津に見に来たっていうの。あ、恭平先生と橋本淳先生と、うん、恭平先生はその時来れなかったけど、でも見に行くのは知ってて、はいはいはい、どうだったって聞かれたとかね、いう話とか。でその時に歌った曲を当てるのね、うん、当てるっていうか合ってるのそれは。あ、そうなんですね。来たには来たんだろうけど、でもその時にはその橋本先生は私に橋本淳ですって言ったわけではなくて、はい、ただ見に来て、あのね、なんか言うには、うん、あの名津にあの面白いいい子がいるよっていうので見に来たらしいんですよね。それはで。それから私は辞めてしまうので、はい、音信不通じゃないです。そことはつながってないわけだから。そか、そか、うん、でそこで私は2人の前に現れるわけですよね。 それがすごいですよね。その時に2人はどう思ったのかですよね、うん、だってあの時にあの子だってなるよね、うん、それはもちろん ね、 それね、そだってどこもつながってないんだもん。うん、だからそこら辺のもうこの50何年経っちゃうと思い出がね違うんですけど、うんうん、私はその宝島音楽出版というところに行って初めて会って、うん、はい、それがピアノの前にたいたのが橋本淳さんなのね、はい、で横に立っていたのが堤恭平さんなのね、うん、初めて行った時に、はい、でそしたら大体作曲家の人がピアノの前にと座ってると思うじゃないですか。そうそう、イメージ的にはそうですね、はい、この人が堤恭平さんでこの横に立ってる人が橋本淳さんと思ったわけですよ、はい、うん、そしたら、うん、歌を歌う段階になったら、はい、変わったのね、その恭平さんと淳さんがね。それでピアノ室に弾いてくれて、なるほど、それでブルーライトも歌ったし、いろんな横浜の歌をなんか歌いましたね。それで、すぐもう京平先生もピアノすごいから、はい、私の気に合わせてやってくれて、じゃあこんなのはとか言ってやってくれて、それでもうなんかデビューの話になってて、でデビューの話になってじゃあ1ヶ月もかからないうちにビューティフル横浜は作ってくれたんですよ。あ、出会ってから、うん、ミキさんのイメージで、うん、あの曲が出来上がったんですか。でビューティフル横浜っていうのを作ってくれて、テープだったと、まあ、行けばピアノを教授先生が弾いてくれるんだけど、はい、テープもらってそれで覚えてきなさいって言われて、で覚えてきて、それからもらってからデビューするまでには1年近くかあるんです。あ、そっかそっか、うん、練習だけ行って、うん、毎日来いって言うから、うん、毎日行って、はいはい、毎日行くんだけど、うん、私はそういうの初めてなのでね、うん、であんまり出しゃばりのタイプじゃないからね、はいはい、毎日事務所に来いって言うので、うん、毎日、うん、行くのね、はい、そうすると事務の女の人がいて、はい、で事務の女の人が向こう側で机にいて、うん、で私はこっちのソファーのところに、はい、おはようございますっつってこう座ってて、う
誰も来ない一日もあるわけね。誰も来ない一日だとここにずっと座ってて、お昼ぐらいから夕方まで座ってて眠くなるのでこっくりこっくりしながらいるとかね。そのうちまた違う日は純さんが来る、恭平、うん、さんが来るとかって、うんうん、それで仕事の話して、うん、そこにずっといるわけじゃないから仕事の話して、うん、帰っちゃう、あ帰っちゃったとかね思いながらね、何にも声かけてくんないの二人とも私には。全然声かけてくれずに、はい、おはようって来て、で、うん、事務所の人と喋って、うんうん、でお疲れさんって来い、あ帰っちゃったと思って、私はレッスンしに来いって言われてるから毎日行ってるわけじゃない、はい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 、何にも言ってくんない、やばいやだなとか、うん、どうしようかなとかと思ってるわけでしょ、うんうん、そしたら なんか何日か経った時に、じゅんさんがすごい怒って、はい、なんで自分で、うん、練習させてくれって、練習してくださいと歌聞いてくださいとか言わないって言われて怒られて、そういうことを言うんだと思って、そうか、うんうん、そうですよね。それ向こうは待ってたみたいなの、来た時によろしくお願いします、練習お願いしますって言ったらやってくれた。なるほど、もうそんなの分かんないからさ、でもそれ分かんないですよね、うん、怒られて、うん、もう泣きながら、泣きながら、そう、もう嫌だなと思って、こんなもう怒られてめんどくさいなとかって思いながら、それで練習してもらって、はい、で1年かけて練習して、だからレコーディングのぐらいになるとちょっともう飽きてきて、その、うん、同じような歌ばっかりね、毎日、はいはい、これしかないわけだからね、うんうん、でそれがあって、でだからそのレコーディングの時に、はい、打ち込みとかじゃない時代なので、もう全部バンドだったのね。そうするとコロンビアに、うん、レコーディングに行って、はい、私の歌入れじゃないけれどもカラオケを作るところから行くわけじゃないですか、はいはい、そうしたらもう大勢の人がこの一曲のために集まってくるわけですよね。まずリズム隊とか、あと缶入れるとか、はい、シンセ入れるとかって集まって、あすごいと思って、デビューするってこういうことなんだって思って、はい、まあワクワクしてた。そうですね、うん、それはね、だから今思うとすごくこうワクワクした思い出は、うん、もう薄れちゃってますけど、いや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 、だから、うん、そういうこともあって幸せだったなという、うんうん、なんかそのビューティフル横浜を歌うにあたって、うん、なんかここだけは先生が気をつけて歌いなさいとか、こういうイメージでとかって なんかあったんですか、そういう思い。先生はそういうことはおっしゃらないの？何でもないです。そうなんですか。もう別に歌って、うん、何回か歌ったらここがいいとかっていうので、うんうん、私だから直されてないんですよ何にも。だからミキさんの個性というか、もうミキさんのその歌い方に惚れて先生方作られたってことですよね、うんうん、もうね、堤京平さんのすごいところっていうのはね、うんうん、練習する、私だけじゃなくて練習するじゃないですか、はい、新人の子とか、はい、これからデビューする、うんうん、した時に練習したら、はい、この子のこの声がいいとか、このフレーズがいいとかっていうのを、この1曲 の, その、うんうん、聞かせてもらった曲の中からね、うん、瞬時に分かるから、でそのいいところを出して、うんうん、でそのいいとこっていうのは本人は嫌いなとこかもしれないよね。あなるほど、うん、でもこっち側がいいと思ったらそれを出して曲を作る、うん、なので大体ヒットするっていうのは、うん、もう本当にそういうなんか天才としか言いようがないです ね、うん、すごいそういうの見抜ける力を持ってらっしゃる、うんうん、だからこれ自分のものだけでこれを歌ってくださいじゃなくて、この人に合ういいものっていうのをやったから、京平さんってあんだけのこうヒットがずっと続いて、いろんなジャンル幅広いですし、です、ね、びっくりしますもんね、うん、でジュンさんはまたジュンさんで、うん、いろんな資格じゃないですか、うんうんうん、私に関してはそういう横文字とか、はい、そういう、うん、なんていうのかな、ちょっと、うんうん、の雰囲気の、うん、違う濁音の文とか、そういうのが、うん、なんか作ってくれたりしましたよね。うん、なるほど。またそれは次回お話ししましょうかね。はい、ですね、はい、今日はビューティフル横浜の、はい、ビューティフル横浜のお話ししました、うん、はい、貴重な話を、はいはい、次は何の話しようかな。本当ですね、はい、ということで、はい、またじゃあ次回ぜひ皆さんメッセージもよろしくお願いします、はい、登録もお待ちしております。じゃあまた来週です。See you again.
someday.